こんにちは、ファンタスティックスフロムエグザイトライブの木村ケイトです。毎週一人ずつ7週にわたってファンタスティックスのメンバーが遊びに来てくれるという5週目の今日はこちらの方です。ファンタスティックスフロムエグザイトライブ、堀夏樹くんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。ファンタスティックスの堀夏樹です。初めまして。初めまして。声だけではこういうのを出演いただいたことあるんですが、はい、そうですね、以前ちょっとゲリラ的に勝手にお邪魔しちゃったんですけど、リモート中に、はい、いや初めてお会いして背高っ。そうですよね、もう色白、うん、色白なんかね、学生時代に1年に20センチぐらいずつ背が伸びた時期があったんですよ。え、本当の話？そしたら180センチまで行きまして、羨ましいですね。骨とか痛くなりそう、関節めちゃくちゃ痛かったですよ。あ、やっぱりそうなんですね。かかと痛かったんで。かかとなんですね、膝とかじゃなくて。確かに、かかと？かかと、もう割れるほど痛いんですよ。180まで行くと、もう。あ、すごい、すごかったです。確かに。壁みたい。壁みたい。確かに並んでましたもんね、うん、3人で。ずっと言ってらっしゃる、壁みたい。堀夏さん壁。はい。じゃあそんなね、堀夏くんの魅力を今日はたくさん話してもらいたいと思いますが、お願いします。早速、はい、ファンタスティックタイム恒例企画のファッションチェックの方に移りたいと思います。恒例なんですね、はい。そうなんですよ。ファッションチェックが。はい、一番最初ね、今日の私服のコーデを説明してもらうということで、はいはい、説明、はい、早速堀夏くんの今日の私服をお願いします。今日の私服はですね、パンツはまずフレアの形、あの、はい、ブーツカットっぽい形のスラックスに、T シャツはこれ、あのバックトゥーダフューチャーですね、映画のバックトゥーダフューチャーの、本当だ、車の映画、はい、当時のやつなんでヴィンテージなんですけど、結構もうハゲのプリントもハゲハゲなんですけど、そういう T シャツの上に、まあ、カーディガンですね、ベージュと、はい、ベージュカーディガンに、まあ、黒キャスケット、はい、で紫レンズのメガネなんかかけちゃって、あ、おしゃれですね。でもね、すごいなんか優しい方だなと思ったのが、はい、朝ご挨拶したときに、あ、すいません、サングラスなんてかけちゃってっておっしゃってて確かになんか、ね、そんな初めて会うその男性グループの人がサングラスかけて 3人ぐらいで来たら、やっぱ怖いじゃないですか、うん、確かに大きいですね。確かにね。しかもよくよく考えたら、わ、これ怖いかなと思ってすいませんみたいな。ケイト君もね、今日全身黒なので、はい、そうですね、うん、まあ、オーラというか圧は感じましたけど、はい、でも心優しい方だなと一瞬で、はいはい、感じました。はい、感じですかね、ファッションを、はい、ってます。まあ、ファッションが本当におしゃれな堀夏くんなんですけど、衣装もね、ファンタの衣装も担当してくれるということで、うん、そうなんですよね、はい、そういったメールが来ているのでちょっとご紹介したいなと思います。はい、います。ラジオネームゆきいちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。彩香さん、ケイト君、こんにちは。いつも楽しくラジオを聞かせてもらっています。先日のエグザイルトライブライジングサントゥーザワールド東京ドーム公演、お疲れ様でした。ありがとうございます。私は2日目に参加させていただき、初めてファンタのパフォーマンスを生で見て楽しい時間を過ごすことができました。今回の衣装でメンバー皆さんが着ていたグリーンのジャケットが爽やかさの中に可愛さもあって、ファンタのイメージにぴったりだったのが特に印象的でした。以前ファンタのライブの衣装は堀夏さんが選んでいるというのを聞いたことがあるんですが、今回の衣装も堀夏くんが選んだんでしょうか。ケイト君のリボン隊とソウタ君のベレー帽が特に似合っていたんですが、こういった小物は個人で選ぶんですか？とても気になったので教えてください。これからも2人の微笑ましいやり取り楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。そうですね、あのライブとかの衣装自体は僕が基本的にはイメージとかを出してで、それであの LDH ってアパレルもあるんですけど、そこのスタッフの方と一緒に揉んで、絵に起こしてそれを作ってって感じでやってるんですけど、なのでその、 あの緑の衣装も自分が、リファレンスを考えて、で一緒にスタッフの方と作ったっていう衣装ですね。本当、可愛いんですね。僕個人的にお気に入りなのが、はい、ライブオンラインのハロウィンの時に着たあの全員紫の、そのハロウィン仕様の衣装があって、それが本当に可愛くて、しかもメンバー一人一人ちゃんとあったスタイリングで、それこそ本当に堀夏くん考えてくださってね、結構毎回本当大変ではあるんですけど、そうですよねそのコンセプトからっていう、いろいろ考えるのでも楽しいですね。自分そういうの好きでやってて、で今回も、まあ、緑のベルベット生地って、ベロアっぽい生地でやってたりとかして、はい、そういう生地のこととか考えたりとか細かくやってるんですけど、で、あの光当たった時の光り方とか、え、そんなところまで、すごいそういうのを考えてやったりするんですよ。でも本当に意外と細かい作業とかその考え方でなんですけど、
そういう作業が多分自分の好きで、うん、でやってますね。小物とかはだからそのスタッフの方と一緒に相談しながらハマるものとか選んだりとかしてやったりしてますね。そもそもなんでそういったきっかけというか堀夏さんがされるようになったんですか、うん、ああなんでですかね。最初初めて回ったホールツアーでも2年前くらいかな、うん、その時は世界さんと僕でやったんですよ、はい、でそこからかな、そこからまあ自分がやるようになって でその後からもう世界さんも世界さん結構振りとか構成とかもいろいろやってるんで、じゃあもう衣装は堀夏に任せるってことになって僕がやるようになって、でもスタイリングまではしないんですよ。そのスタイリングってある洋服を組むことは僕はしてなくて、それはなんか結構意外となんかファンの方に間違われやすいんですけど、僕スタイリストじゃないんで、確かにパフォーマーではない、スタイリストではない、スタイリストじゃないから、そう組むとかはやんないんですけど、衣装のそのイメージを出して一緒にスタッフの方作るとかはやりますね。いやセンスよくないとできないですよね。いやもう勉強ですね毎日。この紅葉の中でもケイト君から堀夏さんのお話よく伺うんですよ、はい、いい話ですか、うん、いや本当いい話です。悪い話もあるのかな。ないですね。ないですね、はい、ケイト君の関係性ってどんな感じなんですか。仲いいですよねすごく。そうですね、うん、もう本当にケイトが中学生で僕も高校生、最初1年生ぐらいの時から一緒にダンスやったりとかしてって、うん、まあ、本当にいろんなとこに遊びに行ったりもしましたし、うん、2人で、うん、だからまあね付き合いも長いし仲はいいですね。結構その買い物に前一緒に行って結構服を教えてくれる時もあったりとか。あそれ嬉しいですね、はい、あと普通にイベントの時も服を選んでくれたりとかそういうのもあったりとか、結構堀夏くんとは仲がいいというかその一緒にいることが多いですね、うん、はい、じゃあ本当になんか仲のいい弟っていう感じではないのかな、まあ、どうなんですかね。そうですね、でも割とその周りから見て兄弟っぽいみたいなことは言われますけどね、うんうん、なんかそんなイメージはちょっとだけありますね。なんか普通にそのガチの喧嘩じゃないんですけど、うん、ちょっとした喧嘩みたいなよくしてたんですよ、ね、昔はどんなことでしてたんですか。だから例えばですけどなんかみんなでその3年後の自分にっていう動画を撮ろうみたいなって流れがあって、うんうん、でじゃあケイトからって言って回したらケイトなんかめっちゃ恥ずかしがって言わないんですよ全然、うん、いやみたいな感じでずっと言わないから、えなんで言わないのみたいな喧嘩になったりとか、喧嘩になったりとか、喧嘩っていうかもう些細なことって、うんうん、まあ確かになんかもう本当男兄弟の、うん、なんかでもイメージできましたよ。できました、うん、想像できた、はい、そういうもう本当ちょっとしたことでバーって小競り合いがあるかと思ったらもうすぐ普通に戻るみたいな。兄弟っぽいですけどね。そうですね。堀夏くん出身が愛知じゃないですか、はい、結構山口の方言となんか通ずるものがあるっていうのを聞いて、うん、なんか彩香さん言ってたじゃないですか。そうなんですよ。前なんか山口弁講座みたいなのをこの番組でやっていて、この言葉知ってるってケイト君にこうレクチャーしたときに、これなんか名古屋でも使うみたいですよ検索したらっていうことがあって、うん、なんかじゃあ今度堀夏君にこれ使うかどうか聞いてみますねっていう話もよくしてるんですけど、うん、ほうほうほう、青字とか。青字は言いますよね。あ、言うんですか。言うんや。青字は言います。打った時の青字、はいはいはい、あのね怪我して打撲みたいになっちゃった。そうですそうです、アザみたいなこと、アザみたいな、内出血みたいになって、全然青字は使わないです、ね、青字。わあでも青字って久々聞いたかも確かに東京で言わないわ、はい、アザって言わないんですよ、うん、あ本当だ、青字ありましたね、はい、あとは偉い、偉い使います。え偉いってそのあれですよね、いい子みたいなことですか。うん、しんどいみたいな。あ、しんどいの方か。あ、言いますね。あ、わかるんだ。偉い。すごい。はははしてみたいな。そうですそうです。言いますね。もう走ったと、偉いみたいな。偉いわって言います。ああ、ほら。すごい。やっぱりわかるんですね。はい。その時に話した時に、
ょっと堀夏くんに後で聞いてみますとか、はい、あと LINE しますとか言ってたんですけど、あ、全然来たことないです。ちょっと、あ、ちょっと一回も方言について聞かれたことない。やろうやろうって思ってできてなかったです。絶対忘れとったじゃろ。よくあるやつだよくないな、本当に本当に、はい、この後ね、兄弟喧嘩していただいて、ね、それ本当によくないな、はい、てか、あの方言も、うん、共通のものありますけど、はい、食べ物もなんかあったりするんですか。そうなんですよ、今日私、はい、というか番組がですね、はい、ちょっとご用意したものがありまして、うん、山口県といえば、まあ、いろいろ美味しいものあるんですが、はい、メイカ、お菓子ですね、はい、ウイローが有名なんですよ。はあ、あれで、はい、ウイローといえば、はい、まあ、山口だなって山口出身の私は思うんですが、僕もそっちのイメージはありました。これはうちの名物です。あれ、これバチバチですよ、これは。来た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 。それはちょっと違うかもしれないな。マジですか。マジですか。愛知県ご出身の堀夏さんは初体験だと思います。山口県のウイローをお手元にご用意したんですが、届いておりますか。届いてますね、はい、本当だ、ウイローだ、はい、ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。ケイト君の元にも、はいはい、ありますので。黒、いや、はい、すごい。開封してウイローって僕山口のものかと思ってましたよ。でもケイト君も初ウイローですか。いや、ウイロー自体は東京では食べたことあるんですけど、うんうん、なんか全然一回恋呼んでもウイローの話したじゃないですか、うんうん、その時に彩香さんが全然東京のとはやっぱ違うって言ってたんで、うん、いや本当美味しいからちょっと食べてください、はい、本家を食べるの初ですね。本家って言ったら堀夏さん怒るかもしれないどっちも本家、ね、どっちが本家だか、うん、はい、じゃあいただきますよ。はい、どうぞ。あー、美味しいやったー、やった。山口も、うん、いかがですか、美味しいですか。めちゃくちゃ美味しい。わ、嬉しい。あー、いい、ほん、なんかちょうどいい甘さですね。しつこくなくて。愛知県のウイローと比べていかがですか。どう違いますか。でもなんかちょっと似てます。プルプル感が強いかも、こっちのが。さすが。そうなんですよ、うん、愛知県の名古屋のウイローと違うのは、うん、わらび粉が入っているんですよ。なので、こうわらび餅じゃないですけど、そのプルンプルンという食感は山口県の方が強いですね、ちょっとね。あの、噛んだ時っていうか、その食べた時のなんかねちょって感じが、よりこっちのが強いですね、うんうん、お餅っぽい。確かに歯が入りやすいのが愛知県で、はいはいはい、ちょっとこっちの方が抵抗してきますよね、はい、なんかねっとりしてきて、もちもち。でもこれ美味しいですね、うん、確かに。あ、嬉しい。ちょっとお餅っぽくて、なんか和な感じがより引き立ちますね、うん、より和菓子感。ケイト君もちょっといいですか、はい、確かにもちもち、全然東京と違いますね。違いますか、はい、なんか東京結構もっと甘いんですよ。あ、程よい甘さというか、本当に堀夏くんの言う通り、うん、甘さはちょっと素材本来の甘みみたいな感じますね。うん、そうですね、確かに。いかがですか。美味しい、美味しい。なんかね、うん、ウイローでもこんな違うんだと思いましたね、うんうん、食べ慣れてるウイローとはちょっと違ったかもですけど、はいはいはい、山口のウイローも素晴らしかった。ありですか。お、めちゃくちゃありです、ね、うわ、嬉しい。美味しかった。認めていただいた、ね、どちらもウイローということで、はい、どちらもウイロー、はい、嬉しい嬉しい、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそれではね、はい、曲紹介の方に移りますか。はい、じゃあ堀夏くん、今日の一曲を紹介してください。はい、それでは僕が選んだ今日の一曲はこちらです、竹内まりやさんでプラスティックラブ。おー、はい、この曲は、はい、なんで選んだんですか。これね、本当にあの80年代の楽曲なんですけど、最近というか本当海外とかでもすごくあの評価されてたりとかするんですよね。本当にかっこいいみたいな感じでまた流行ってたりとかしてて、あのブランドのカルバンクラインってあるじゃないですか。あー、はいはい、CK、はい、CK、はい、あれの全世界共通の CM のテーマソングに選ばれてたりとかするんですよ今。すごい、あのもうほんと20年くらい経って今選ばれてるっていう、すごい楽曲だなっていう。すごい、はい、ので最近僕もよく聞くので、はい、今回選びました。やっぱりなんかいろんなところにアンテナ張ってらっしゃいますね、はい、すごいですね。なんかそれゆえになんかこう、うん、おしゃれな堀夏さんの想像ができるんだなと思いました。いや、そんなことないですよ、うん。いや、素敵でしたね、うん、そんなね、堀夏くんの魅力をたくさん語っていただいたファンタスティックタイム。大丈夫か大丈夫か、いけてんのかそれ。いけてますか、ね、もう一回行こうかな、はい、
じゃあそんなね、今日もたくさんほいなつくんの魅力をお話ししていただいたと思うんですけど、ほいなつくん、ファンタスティックタイムはいかがでしたか？いやー、いいですね、このアットホームな空気感が、はい、本当に高松さんがふわっと話してくれることによって、はい、僕たちもね話しやすい。そうなんですね。いやいや、そんなことないですけど話しやすい。いつもこんな感じでほのぼのとやっております、はい、いいですね、うん、楽しかったですよ。よかったです。ウイローまでいただいて、うん、本当ですね、はい、まあ、初山口だったということで、はい、ウイローももちろんですけども、なんかいかがですか、山口県の感じ。いや、僕はもうめちゃめちゃ好きな空気感で、うん、本当に自然ありで海も近かったりするので。あ、そうですね、はい、山口県、それがもう最高に僕的にはもうドハマりポイントでして、もう嬉しい。また山口の魅力が、はい、すごい。今日も天気いいですからね、はい、そうなんですよ、うん、晴れ男がいるかな、うん、いますね、うん、ね、結構ファンと晴れ男多いかもしれないですね。そうなんですよ、はい、だから ね、 いいね、気持ちよくて山口大好きですよ、はい、はい、ありがとうございます。また、ね、はい、ゆっくり遊びに来ていただきたいです。ぜひぜひ、はい、じゃあ皆さんからの質問や感想メールもお待ちしています。宛先は koi@kry.co.jp、 またホームページや KRY アプリのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。番組ツイッターやインスタグラムもぜひチェックしてください。ではケイト君、ファンタからのお知らせお願いします。はい、現在プレイバックが配信中です。そして5月19日に8枚目シングルとなる Stop for Nothing がリリースします。詳しくはファンタスティックスのホームページや SNS をチェックしてください。そして番組からのお知らせです。ファンタスティックスのメンバー全員のサイン入りポスターを1名様にプレゼントいたします。7週連続ファンタスティックタイムを聞いて毎週発表される文字をゲットしてください。5月9日まで発表する7文字の言葉がキーワードとなります。応募開始は5月9日、来月の9日からとなりますので、詳しい応募方法はその時にご案内いたします。ツイッターやインスタグラムなど誰でも検索できるものには載せないでください。毎週欠かさず聞いて7文字のキーワードを集めてくださいね。ということで今週の文字、はい、ワードを堀夏さんに言っていただきたいなと思うんですが、はい、分かりました。お願いします。それでは今週の一文字はファです。ファ、ファ、ファミリーのファ、エグザイルトライブファミリーのファです。うまい。さすが、さすがですね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんぜひね、はい、キーワード集めてご応募ください。はい、じゃあ最後に山口県の皆さんにほにゃつくんからメッセージをお願いします。はい、本当にいつも応援ありがとうございます。またパフォーマンスなどお届けすることはもちろんですけども、皆さんと楽しめるような楽曲、そして、まあ、エンターテインメントを作って いけたらなと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今日本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。またご遊びに来てください。はい、ぜひまたよろしくお願いします。お願いします。お願いします。以上、ファンタスティックスフロムエグザイトライブパフォーマー木村ケイトでした。また来週。今週のワードはファです。ちょっとね、あの 1.5 文字みたいな感じですけども、今週は特別にこれを一文字とみなします。皆さんぜひワードを集めてご応募ください。